これ水質の管理とか相当難しいんですか？そうですね、やっぱり難しいですね、はい、たくさん入りますから。で、会期中やっぱりその、はい、生き物相手ですから、はい、ある程度そのっていうか相当完璧な状態にしておかないと良くないですよね。そうですね、もう生態系をそこに作り出すということで、まあ、基本的にはまあ、ちゃんとしたもともととしてちゃんとした状態で来ているものは、何かここに入ったことが理由で死ぬってことはない状態にはもう完全にしてありますので、で、まあ、そういうその、まあ、ある意味ほっといてもほぼほぼちゃんとその生態系、まあ、そこにまあたまにその水をね少し変えてやったりだとか、まあ、そういったことで調整はしていくんですけど、まあ、より、ね、生きてるだけじゃなくて美しい状態で見せなきゃいけないので、なのでまあそういう生きる死ぬ以外のメンテナンスのクリーニング的な部分、うん、まあ、そういうのが逆にいい意味で融合してより精度の高い環境が作れるようにはなってますね、はい。気軽にこんな風にちょ映しちゃったりするんですけど、結構このシステムとか作られるのはご苦労があったんじゃないですか？まあ、そうですね、その機械的なそのものをどう作るかっていうことよりもそのバランスの問題とか、まあ、それはやっぱ長年ずっとやっている中で効率ですよね、そのろ過の効率、まあ、そういったものをその独自に編み出してやってますので、はい、もともと僕らはそのあんまりこうシステムとかこういうことについては触れなかったというか言わなかったんですよ。というのはまあこれまあ不思議な国というかディズニーランドじゃないけど、そういうその非日常というかその、ね、現実じゃないその世界に来てるから、そこにそのこうやって一生懸命世話してるんですよ、こういうふうにお金かけてやってるんですよってことを、まあ、言わないで、なんでなんでっていうことだけでやってたんですけど、やっぱり最近たくさんの方がいらっしゃって疑問に思われる方もいるんで、まあ、そういうその、まあ、説明とかこういう苦労をしながらとか、こんなにたくさんお金かけてやってますよとかそういったことを言うようにしてるんですけども、よくこういうその表現とか企画のところでね取り上げられることが多いんですけれども、もう完全にそのいわゆる生態管理におけるプロフェッショナルで素人ではないので、だから普通の人が考えられないレベルをはるかに超えたところでやってますから、はい。今回、アート赤友情は10月の24日から、12月の14日まであるんですけれども、その中に二十四節気四十二候っていうね、この季節が旧暦を72分割して5日ずつ、こう季節が変わっていくっていうこの、まあ、文化というか昔のねその考え方、季節の考え方があるんですけれども、そのアート赤友情の期間中に、4つの節気と11個の項、が、あるんですよね。でそれの、まあ、着物を11体、作りまして、そのアートアカデミー長がやっている、間の季節の移り変わりというものをその着物でもって表現を
したいなと、そういうのをテーマに今この京都の、昔から、ずっと続いているですね、高染色の世界の人たちと、いろいろ日々打ち合わせをしながらその作品を作っていっているというのが、のがあります、はい、いろいろまあ調べて見ているんですけど、こう72項の花というものが一応まあ、あってですね、まあ、これが正式に 何かしらに認められているものかどうかというのは別にしてもですね、まあ、そういう大体 その季節に合わせた花というものがこんなもんだよっていう、まあ、いわゆる、世界があって、じゃあその花というものをテーマに着物に落とし込み、そして、まあ、アートアクアリウム上、まあ、金魚ですから、だから金魚で例えば一見花に引いたところで花には見えるんだけれども、まあ、近くに寄ってみるとそれは実は金魚のヒレとか金魚の動きとかで表現されている花があって、それが例えばこの、まあ、椿というその花だとしたら、その椿の花が金魚で構成されているだとか、例えば、まあ、そういう、例でもってですね、11の項というものをその季節に合わせた花、それでそういうその花を落とし込んだ着物のいわゆる世界観にその金魚というものをきちんと散りばめて作っていこうじゃないかということを今回はやろうとしています、その、やっぱり東京とこちらとまあいろんなとこ行ってらっしゃるので、なかなかねその捕まえて、やはりこういうことってネット上で話したりとかまずできないんで、やっぱりその生き物だし、で、まあ、木村さんの気分というかもうインスピレーションを持ってるので、やっぱその時にもうひらめかはったことが、いやこれはこっちの方がええなとか、まあ、その時にきちんと僕らがそれを捉えてどう表現するかということに多分なってくる。それかもう日々動くと言っても過言じゃないので、うん、まあフィーリングでまあでもなんていうかな、着物は私は着物をね特化してやってるもんですけど、また別の見方でそっちをこういうふうなこうアレンジをまず私は絶対考えないし、やっぱりでもそれがきちんと見た時にやはりそういうふうに見えるっていうのは、こういうセンスってちょっとねいつも勉強になるというか。